シーズンアブーシカとガンガンギャラクシーの一戦、第1試合は完全決着ルールのカナミスタジアムだ。どうです、ロシア流のおもてなしは。面白い、受けてやるぜこのバトル。やっぱりでしょうね。素晴らしい、それでこそバトルブレーダーズ優勝者、鋼銀河君です。さあ行きなさい、ノア軍は。僕たち必ず宇宙に行く、だから必ず勝つ。俺だって負けるわけにはいかないぜ。行くぞ。それでは第1試合開始だ。3、2、1、ゴーサン。いけ、テーゼン。東、早い。ターゲイザーで一気に決めるぞ。おっと、ペガシス空高く舞い上がろうとしたが、金網に阻まれた。しまった、これじゃ必殺天気が使えない。飛べない天魔はただのガバ。全ては事前に手に入れたデータのおかげです。そうか、このスタジアムはギンギンの必殺天気封じのためのスタジアム。こんなの卑怯よ。卑怯。これはこれは、銀河君もノアグマ君も条件は同じ。くだらない言いがかりはやめてもらいましょう。面白いけど、これで俺のペガシスを止められると思うなよ。こんな金網打ち破ってやるぜ。いくよ、ダイヤさん。無駄ですよ。これは一体何が起きたというんだ。ペガス、ペガス、なんとか持ちこたえた。なんとかじゃないでしょう。もうこんなスタジアム聞いたことないよ。だから条件は同じだと言っているでしょう。アレクセイ君、どうしてこんな卑怯なことをしてまで勝ちたいの。それであなたは平気なの。アレクセイ、言うな。バトルはもう始まってしまったんだ。もう後戻りすることはできない。僕たちはどうしても勝たなきゃならないんだ。行け、ノアグマ。アレクセイの気持ちよくわかる。だから戦う、勝つために。僕たちの夢叶えろ。銀河、空がダメなら地上からだ。銀河はスターゲイザーの使えない列車の中でもノアグマに勝っているんだから。ああ、分かったぜ。いった、ダイヤ君。おー、通るぞ。ペガシスの強烈なアタックを難なく受け止めた。くそ、ダイヤ君、もういったな。またしても受け止めた。大熊田のロックボルト。その名の通り、野生の熊のごとくペガシスの攻撃にびくともしない。前のバトルの時と全然違う。まるで別人のようだわ。列車の中では本当の力を出していなかったということか。ロックボルトはディフェンスタイプのベイ。あのメタルウィールでどっしりと構えられたらまともな攻撃じゃ通用しない。そう、羽を逃れ空を飛べない天魔は飢えた熊の餌食になるのが運命です。行け、ノアグマ。ロシアン、ペアブルカン、ペガスタ。まずいわ、このままじゃペガシスが。ノアグマ選手、一転怒涛の攻撃ラッシュ。ロックホルソーのクリアウィールが熊の前足のごとくセンターを決めていく。なんだこいつ、防御力だけじゃなく攻撃力も半端じゃない。ロックホルソーの重量を攻撃に使えば一発一発は想像以上の破壊力となる。
ディフェンスが冬眠中のクマなら、アタックは目覚めたばかりの凶暴なクマだ。ユッキャーダルダン。あっと、今度はロックウルフが全流の餌食になった。ノアグマ、負けるな。ノアグマ、勝つんだ。勝って僕たちは宇宙へ行くんだ。ロックオルトの反撃、一気にペガシスを追い詰めていく。あ、ペガシス、恐るべしロックオルトの逆襲。再び電流がペガシスを襲う。オルトー押し込め、押し込め。わー、ペガシス、すごいすごい。ロックオルトの壮絶な攻撃にもはやペガシスは虫の息だ。まずいぞ。バトルが長引けば長引くほどスタミナに勝るロックオルトが有利だ。それにこのまま電流のダメージを受け続けたら先に力尽きるのはペガシス。くそ、止めなきゃペガシスのフルパワーを発揮できない。なんとかこの金網から脱出しないと。こうなりゃ一か八かだ。撃って出るぞ、ペガシス。行きやー、ペガシス。なんとペガシス真正面からオルソンに突っ込んでいく。やけになりましたか。あーっと、ペガシスロックオルソンの強烈なアタックに吹っ飛ばされた。これは勝負だったか。やった、今だ、ペガシス、ごめん。なに、俺が勝つにはこれしかねえ。こいつをぶち破って俺たちの空を取り戻せって。なんとペガシスロックオルトのパワーを利用して自ら電流地獄に飛び込んだというのか。いいね、ぶち破れ、ペガシス。情報金でできた金網も賭けのペガシス、思う存分舞い上がれ。必殺的ゾーンゲイト。僕負けない。必殺的ロシアレアクア。なんと止まってしまったのはロックオルトの方だ。勝者アガネ銀河戦士。よっしゃー、すごいよ銀河。わざと相手のアタックを受け、そのパワーを利用するとは相変わらず無茶をするな。まあ銀河らしいけどね。でも第一試合からこんな卑怯なスタジアムを用意してくるなんて、一体次はどんな手を使ってくるつもりかしら。な、ノアグマ。まあいいでしょう。ここまではまだ想定内ですから、次こそは。ノアグマ、ごめん。大丈夫、まだ私たちがいるわ。次は勝つ。僕たちの夢を叶えるために。やった、必ず。よっしゃ、着いたぜボーイ。サンキューって、スタジアムはどこ。この先に駅があるから、ここから先は自力で行きな。最後まで送ってくれるんじゃねえのか。悪いな、俺たち国境は越えられねえんだ。そんじゃ。